アエロワゴン、またはアエロモトワゴンはラトビア出身のソ連のエンジニア、バレリアン・アバコフスキーによって発明された航空用エンジンとプロペラによる推進装置を備えた実験的な高速鉄道車両。最大で 140kmH もの速度を出した。もともとはソ連の公務員を運ぶことを目的としていた。 1921年7月24日、ヒョードル・セルゲイエフが率いる第1回プロフェッテルン会議への代表団がエアロワゴンでモスクワからトゥーラ単行まで移動する試運転を行った。この試運転にはアバコフスキーも同乗していた。彼らは守備よくトゥーラに到着したが、モスクワへの帰り道、アエロワゴンはセルプホフの近くで高速で脱線し、 乗車していた22人のうち7人が死亡した。事故の結果、次の人々が犠牲となった。事故時に死亡した7人は、クレムジンの壁のネクロポリスに埋葬された。アエロワゴンは、ドイツのシーネンツェッペリン、アメリカの AM-497、およびソ連のターボジェットトレインの前身であり、これら3つはすべて鉄道車両と航空機エンジンの組み合わせを特徴とする試験車である。 ありがとうございます。